はい、マモチです。よろしくお願いします。ルーキーズ2017やっていきましょう。何度変わらずです。今日で交流戦終わりですね。頑張っていきます。今日巨人戦頑張っていきましょう。今日加藤くんいきます。お待たせ。どうしようかな。ジャスティスあれなんだね、リリーフ適正ついてんだね。入れとこう。今日吉川くん出したいですね。サードできんのか。いやできんのか。実際やってるんだろうな。俺ちょっと見たことねえな。セカンドかショートしか見たことねえな。どうしようかな。どういくかな。こうかな。ちょっともう一回ちょっと今日強打組みたいかな。今日大山くん行きましょうか。4番で。今日ね、郡くんを、外野手で出したいなと思って。今井くん行きますか。今井くん昨日すごかったね。どうしようかな。昨日の動画の感じだとちょっと打順上げたいな。6番ぐらい行きますか。よし、こんな感じでいきましょう。これかっこいいな。これだな。吉川さんじゃないですか。なんだろうな、日ハム色強えな。よし、頑張りましょう。そういえば前々回ぐらいだっけ、マノチ選抜作ってってと、なんかそれ企画してってコメントあって、で、まあ、やるなら単発だって話はしたんですけども、今さっきね、マノチ選抜作ってたのよ。で、能力云々じゃなく、あくまでマノチの好きな選手って話で、で、作ってみたの。で、近々多分動画は上がるんじゃないかなと思います。単発なんで、プレイボー単発なんで19時の枠ですね。ちょっといつか分かんないですけどね、アップできたらなとは思って。楽しかった作ってて。うわー足速い、さすがに速いね。走ろう。先制のランナーが出ました。タッチはセーフ。第9吉川スタート。投球ストライク。どんまいだ。そのチャレンジ精神が大事だ。さあ5球目。本当にまあ多分その動画中でも喋ると思うから、あんまここでペラペラ喋ってもあれだけど。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは打ちました。いい当たり、ライト前ヒット、クリアヒットです。4ナイスバッティングです。さあ、バンテが先制のランナーが出ました。あーっと、ショーフライになった。掴みました。送ることができません。このポジションにはこの人とか、そういうのも一切向きに考えたの。本当ただただ好きな人を1軍の人数枠分ただひたすら入れたんだけど、面白かったね。やっててユニフォームも俺の好きな赤にして。いやー、こういう感じで失点しちゃうのか。よし、オッケー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 、切り替えていこう。2回の表ルーキー攻撃に入ります。この回のトップバッターは大山。なんとか追いつかないとね。右バッターボックスは田中。投球はこれから3球目。打った。ボールを掴んだ。一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。さあ今井くん、今井第5球投げました。インコース低め。今ちょっと期待したね。吉川三安がうなります。チェ。最後は空振り三。2回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは打ったい当たりだ。クリーンヒット。抑えれる気しねえ。きついな。石川を放ちました。バッターは7番片岡。
バントはない。第4球は打った痛烈な当たり、取りました。 OK、 とりあえずワンアウトな。厳しい。ピッチャー吉川、さあ次の投球、ここは振ってきました。うまいな。左へ転がした。一塁へ送る。うまいな。ランナー二塁に進みました。ツーアウトランナー二塁に変わります。内角低め、空振り三振。最後は伸びのあるストレート。3回の表、いや簡単に2点取られてるよ。先頭バッターは坂倉、投げました。流し打ち、どうだ。まず1点だな。まず1点どうにか取ろう。守備に阻まれました。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、打ちました。セカンド左奥のフライになりました。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー加藤。よし、一発ぶち込むぜ。投げました、インコース引っ張った。オッケーな、バッチレフト交代、ヒットになります。打球が転がっている。加藤、いいバッティングを見せました。プロ初打席でヒットが出ました。打順をトップに返って今日は第1打席は内野フライに倒れています。外角だな。厳しいね。ここはうまい守備に。とりあえずゼロ、ゼロに抑えましょう。そこから先頭バッターは柿澤。よし、見逃し三振。右バッターボックスは3番マギ。最初のバッター、よし、146キロ速球、空振り投げた。よし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 、最後は伸びのあるストレート。同点で試合はこれから。ここからよ、いけるよ。この回のトップバッターは吉川。投げた、打った、これはピッチャー正面。まず得点圏にランナー行ったらもう一発いきますか。まず1点取りたいね。打った、ショートバウンド、ナバッチ。バッターは4番大山。フルスイング。さあ投球は5球目、見逃さまらん。バッターは5番田中。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。待て、第5球、投げた。オッケー、使おう、行こう。2人を置いて迎えるバッター。さあ、ここは監督の手腕。行ってこい。さあ、ここで監督は手腕。向こうのがレベル高くない？一発勝負。投げた、打ちました。マギ、取った、一塁送球。アウト、スリーアウトチェンジ。取れない。結局一点が遠い。4回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは阿部。最初のバッターは。よし。打ちました。今井、ボールを取る。とりあえず加藤君落ち着いた感じかな。ベースを踏んでアウト。これで2アウト、ランナーありません。打った、ショート正面。まああれですね、もう大丈夫です。しばらく大丈夫ですね。3アウトチェンジ。加藤さん、5回の表ルーキー攻撃に入ります。1点をなんとか取りたい。坂倉、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、打った、センターフライ、飛距離は出ていません。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番コーリー。第1打席はセカンドフライに倒れています。投球これから4球目、流し打ち、落ちるんじゃないか、落ちるんじゃないか。これはオッケーな、バッチ。コーリー、ナイスバッティングです。これで2打数の1安打。バッターはピッチャー加藤。第2球、投げました、あーっとショーフライになった。掴みました、送りバントは失敗に終わりました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。低め、第4球を投げました、打ちました、落ちろ、飛距離は落ちない。取ってこれで3アウト、チェンジ。左 F か、一塁ランナー、コーリー、残塁。それが響いてんのかな。5回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッター、低め、まあ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 、もうしばらく大丈夫だ。あんまり今はもう打たれる気にしない状況になってるから。バッターはトップに返って、投げました、打ちました、これは内野ゴロ。今井掴んだ、なんとか点取ってはいけないね。スリーアウトチェンジ。加藤、この回シャット3人でゲームは後半に入ります。セーフティーバントいきますか。トップバッターは吉川、投げました、おっとセーフティーバントだ。キャッチャー掴んだ、キャッチャーから一塁送球、しょうがない、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。第3球を投げた、打ちました。もう一回高めいくか。アウト、
森山結構高め多いよね、多いよね。これでツーアウト、ランナーありません。打った当たりだ、センターへ持っていく。よし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 、いいヒットです。大山いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。低め来い。第5球投げた、打った、うじょ、ファインプレー。うわー、うまい。ファインプレーに阻まれました。スリーアウトチェンジ。うまいね。最後はバックに助けられ、代打は村田、通算350号に王手をかけています。あ、そうなの。4球目ヘッダー流し打ち、スタンドに入りました。ファール。第5球投げた、打ちました、取って、よし、うまい。セカンドから一塁送球。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番マギ。今日は縦のスライダー見送って、一発は使えないぞ、一発は攻撃に取っとかないと。あー厳しい、もう向こう何し、もう一発作るかもしれないけど、こっちは使えない。ピンチを広げてしまいました。あったパスボール。多いな。そして今拾い直し。多いな。なんだ、コントロール G か。坂倉くんはあれだよね、キャッチャーとしてマイナス能力持ってないはずだから。さあ、ルーキー、ここで前進守備をします。ストライク、空振り三振。バッターが。てか向こう一発溜まってないのか。次は4球目、投げた。得意。よし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 。ここは守備を変えてくるようです。そろそろ外角とか来んじゃねえか。第3球をほら来た、投げた、流し打ち、どうだ、マギ、オッケー、二塁行け、二塁行け、無理か。今いいバッティングを見せました。初安打。バッターは7番坂倉。なんとか打たせたい。やっぱ得点圏にランナー行ってからの一発だったんだよね。投球これから4球目、打ちました、レフト線ぐーっと打球が上がっていきますが、取りました、ボールは中継。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。もう一丁フルスイング。さあここで勝負に出ました。ゲッツーは避けてほしいな。第6球はアウトコース高め、見逃し三振。お疲れ。左強い人いない？左 C か。ここで源田くんか。いや行こうか、源田くん行こうか。ピンチヒッターは源田。第3球打った、痛烈な当たり、取りました。本当に遠いんだよ、1点がどうしようもない。そうですね、宝くん行きますか。あ、京山くん行きますか。ルーキー、ピッチャーを変え、代打は長野。投球これから5球目、流し打ち、今ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。投げました、直球、空振り三振、ボール球を出しました。投球はこれから6球目、いいよ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 、お疲れ様、ナピッチ。最後は見逃し三振にしとめ。さあここは守備を変えてくるようです。これが多分一番セーフになる可能性高い。あっとセーフティーバントだ、ボールを掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番吉川、打ちました。どうにかしたいな。打っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。これ森山くん、いや今日はここまで3打数1安打1三振。投げました、打ちました、いい当たり、オッケーな、バッチ。センター前ヒット、クリーンヒットです。森山ナイスバッティングです。右バッターボックスには大山、ここでは使えないぞ。これが4度目のバッターボックス。いや高めだべ、高めだべ、低めかい。第3球を投げました、パスボール。一発勝負行こう、一発勝負行こう。ツーアウトランナー二塁に変わります。さあ試合の行方を左右する場面、ここで勝負に出ます。投球これから4球目、打ったに当たりだ、宇宙間へのフライ、危ねえ。危ねえ、今日の流れだとあそこ取られそうだもんな。よし、あとは任せる、どうにかして、あと采配面で1点取ってやる。吉川降板。さあツーアウトランナー二塁という場面で田中、第3球は打った、抜けろ、抜けない、これは守備範囲内、
あと1点だべ。3アウトチェンジ。8回の表ジャイアンツ、この回1番からの好打順になります。先頭バッター4番ルーキーピッチャーを投げました。うわー、ちょっと待って、点は絶対取られたくないんだよな。向こう一発勝負たまるかもしんないよね。どんぐらいよ、あとバッターは先ほどから途中出場している橋本。投げました。一発は止まんないな。取りました。送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。外のボール泳いだ。打球はファースト後方、今井落下点に入った。掴みました。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。さあ集中して第4球を投げた。見逃した。 OK ナッチルーキー、この回ノーアウト二塁のピンチで。さあ1点取りましょう。トネ降板、そして最後を締めるのはカミネロ。最終回1点差でマウンドに上がります。いよいよ最終回を迎えました。この回のトップバッターは今井。今日はここまで3打数1安打1三振。投げた。くっそ。バッターは7番坂倉、今日4度目のバッターボックス。投げた。アウトコース高め、空振り三振。2者連続三振。次は5球目。投げた。打ちました。三遊間の打球、ショートから一塁送球、アウト。ゲームセット。厳しい。1点差に届かず敗れました。きついな、きつかったな。なんだろうな、もう最初から最後まで乗れなかったね。さて今日のヒーローは勝利投手の吉川。本当に今日は大活躍でした。いいところがなかったな。結局一発勝負に頼っていってんだしね。勝利投手は吉川、敗戦投手は加藤。いや、ただまあ守備面で見ればもっとなんかやべえ感じになっていくかなって空気はあったけども、結果的にね2失点、その後はビシビシといいかったよね。コメント読んでいきますか。陰毛マノッチ頑張って陰毛マノッチ頑張ってるよ。畑くんお願いします。いや今日迷ったんだよね、ただ以前出してるからということで見送った感じですね。畑くんに関しては結局一発勝負普通に使ってるんですね。そうだね、できるだけ空気読むように使ってるって感じかな。なんで低評価多いん、低評価多いのかい。ちょっと待ってよ、ちょっと確認する、待ってよ。多いね多いね、どうしたの俺。いいんだけどさ別にさ、多分同じ人がサブアカたくさん作って低評価をしてると思われる。まあそれが本当だったら多分その人俺のこと好きだろ相当好きだろ。逆に高評価をしてくれよ、別にいいんだけどな。4番今井が的中したのは驚きました。昨日ですね、初のプレイボールは横浜編の26です。わざわざ調べてくれたの、ありがとう。わざわざ本当で調べなきゃ分かんないよね、そんなことね。ありがとうございます。横浜編の26、相当前だよね、多分。まあ相当前だね。あ、待って、あ、違う、交流戦の順位見よう、一応。はい、ルーキーズ11位だ。悪くないな。5時ぴったりに配信されるの、さすがまのちさん、もうビシッと予約してるから。 YouTube 側に何かない限りはビシッと同じ時間にアップされますよ。
打順のリクエストがね今回いくつかあったんですよ。まあちょっと今回それなんか、まあ、無視するみたいな感じになっちゃったんだけど、打順のリクエストあったらちょっと嬉しいかもしんないです。野手が少ないんで代わり映えがしないんだ、見ててわかると思うけどなんでなんか打順のリクエストとかあれば、ちょっとそれ見ながらねいろいろやっていけたらなと思います。あともう後半戦の6回か、あと6回しかないんでルーキーズも。はい、ということで、今回ここで終わりましょう。ちょっと、いや負け方がな、 2-1 って数字だけ見たら惜しいけど、もう全然そういうんじゃない、もう何もできんかった感じですね。今日は良くない日でしたね。そんじゃ、終わりましょうか。明日から後半戦頑張っていきます。そんじゃ終わります。バイバイ。